拉致被害者救出の署名活動を行っております。署名にご協力をお願いいたします。署名お願いします。署名お願いします。映画「めぐみへの誓い」の上映に合わせて佐渡市で署名活動を行った曽我ひとみさん。今日の活動には曽我さんの地元真野小学校の5年生16人も協力しました。署名活動を頑張りたいと思ってきました。曽我ひとみさんの親子が早く会ってくれたら嬉しいです。共に拉致され、いまだ帰国を果たせていない曽我さんの母、三好さんは今月28日に92歳の誕生日を迎えます。とても立ってもいられない、気持ちで今いっぱいです。病気をしていないかとかいろんなことを考えてしまいますが、とにかく、諦めずに待っていてほしいと、救出を待っていてほしいと心から願っています。曽我さんは政府に対し一日も早い解決に向けてこれまで以上に努力をしてほしいと強く要望しました。